小室哲哉さんと恵子さんがついに離婚が成立ということで、もうあれですね、なんか小室さんのなんか不倫疑惑、18年3年前、まあ、看護師との不倫疑惑、文春さん、そうですよね、確かね、1月でしたよね、18年のね、あれもやっぱり年明けで、行きましたよ、会見。しかも ABEX の新しいビルのこけら落としが、ああそうか、その時期ですよね。そうだった、結構話題になりましたよね、小室さんの会見だって言ってね、あれだからメディアの皆さんに新社屋を見せたいがためにあそこでやったんじゃないかみたいな話もありましたからね。そのビルもね、売却されてしまっちゃいましたけどね。そうそう、あの時はでも見事にそのすり替えてしまいましてね、不倫疑惑をね、そうですね、なぜか引退、まあ、が報じて不倫の会見をして、ところが引退するという話になっちゃったら、はいはい、なんか世間はなんか文春が悪いみたいになっちゃって、そうです ね、なんか変なね、世の中の人変ですよね。しかもまあその時に結構小室さんはその奥様の恵子さんが、そう、まあくも膜下出血で倒れた後遺症で小学校5年生ぐらいのぐらいになっちゃったみたいなこと言ってましたね、感じ取りでやってるとかね、まあ、それで介護してるっていう話もあって、うん、多分世間が結構同情的というか、そう、まあ引退もあもちろんですけど、うんうん、え、みんこさんは見てました、小室さんに関しては、その今言ってましたけど、かわいそうだなっていうのをやっぱ感じたから仕方ないのかなみたいな気持ちには、うん、まあ、ちょっとその介護疲れでちょっと優しくしてくれる看護師さんにちょっと心が揺らいじゃったみたいな、そうですそうです、ちょっと同情的、ここでも見事に騙された人がいた、騙されてましたね、これ見てやっぱ騙されてたのかっていう、あの会見の現場でもね、なんかすごい騙されたのか、ちょっとアホなのか、なんかどっかのウェブ媒体の女性記者が泣きながら、小室さんやめないでくださいと、私の斜め前に座ってる、あ、そうなんですか、後ろからちょっと殴ってやろうかと思ったぐらい、なんかどうしたのこの人みたいなのがありましたけどね。鈴木さんは騙されなかったんですよね。騙されないですよね。さすが、あそこで、ね、騙された人は本当にあのその泣いてた女の子ぐらいじゃないですか。大体もう他の人たちはみんな何言ってんだよみたいな話になっちゃいましたから、現場ではそういう空気だったんですね。そうですよね。でもテレビ越しに見るとね、結構かわいそうっていう意見も多かったですよね、謝罪会見じゃないのみたいな話して、うん、そのところがなんか急にね、引退すると言って、絶対しないからっていう話になってたら、やっぱり戻ってきたじゃないですか、結局いつの間にか戻って曲作ってますしね、うん、まあ、それでね、今回一応離婚発表した時のまあ恵子さんの直筆のメッセージのまあ文章と文字がね、そんななんかまあ小学何年生っていうレベルじゃないっていうので結構話題にもなりましたよね。なんか普通に生活してるって話もあるのね、うん、その後だからあの会見の後に、結局文春から悪漏れされちゃったので、しばらく時間を置いてたら、まあ、文春がねまた取材を重ねて、はい、で恵子さんの親族っていうか親御さんの話とかも載せてね、全く嘘を言ってるみたいな話でね、うん、結構3年ぐらい揉めてたんですよね、離婚に関して。そうだから、それもまた新たに出た報道では、その何でしたっけ、結局生活費出てなかったっていう報道がありました、ね、はい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 、で生活費を新たに入れてくれっていうのが月8万って話題になったじゃないですか。あ、そうだ、この座談会でもね、話しましたよね。稼いでるはずなのになんで8万なのっていう、いや、小室さんが払うって言った額が月8万なんですよね。そう、うん、そのなぜ8万なのって言ったら、小室さんはその実際にはその年収が600万ぐらいしかなくてみたいな、うん、話をしてたんですけど、でもいろいろ文春か文春か取材していくと、印税ね、結局あの前の例の、 あの詐欺事件で、全部その自分の持ってる楽曲 の、 その著作権を渡したっていう話だったんですけど、実はなんか一番その印税多く入るものだけはキープしてたらしいんです。だから今でも年間1億ぐらい入ってるはず。あ、すごい。なんかその辺のいわゆる自分の財産っていうものをなんかあんまこうオープンにしなかったんですよね。それでちょっと揉めてたっていう話で、実際介護してなかったっていうことでしたからね。
で今回でも逆に成立したのはあれなんですかね、小室さんがなんかあれでしたっけ、まあ、うん、離婚調停を申し立てて去年の春か、まあ、もう3年間ぐらい離婚闘争してたんだけど、まあ、去年の春に小室さん側が、まあ、離婚調停を申し立てて、で結果財産をオープンにしたんでしたっけ、うん、そうですね、だからそれで結局離婚に一歩前進というか、生活費支援と財産分与ですか、うん、すると、まあ、小室さんとしてもうーん、もう早くあの人と結婚したいんですよ、あ、看護師さん、看護師さん、だからですよね、離婚、どうしても離婚したいっていうのは。看護師さんどういう方なんですか。いや、詳しくは分からないんですけど、そもそもだから何ですか、その小室さんのケアをしてたっていう、まあ、病気だったのってやって、はいはいはい、でまあ、最初病院かどっかで知り合ってるんでしょうね。まあお綺麗な方なんですよね、なんかどっか通ってましたね、前ね、まあ、あのエベックスの前の建物だった時のクリニック、入ったクリニックの、そうですよね。え、あそこの前のっていうのは前の社屋、社屋の時に、なんか1階だか地下1階だかに入ってたクリニック、ね、まあ行きつけ、だからエベックスの方が行きつけの、あ、じゃあ結構有名じゃないけど、エベックスの方々は見たことある、まあまあ、当然誰もが知ってるような、その恵子さんは結局、まあ、もう破綻はしてるんですけど、結局グローブっていうものを結構重きを置いてて、その、まあ、グローブっていうものをやっぱ続けたいっていうのがあるから、うん、まあ、仮面夫婦でもとりあえず離婚を避けてたっていう報道もあったんですけど、まあ、それがあってのこの女性誌の報道なのかなとなる、まあ、今後もなんか音楽のお手伝い協力をするって小室さんが恵子さんに言ってるんですけど、なんかマーク・パンサーさんもなんかコメント出してましたよね、それがなんかね、離婚した時なんか多分前向きな感じの、その音楽活動に関しては前向きな感じのコメントが、でもこれ、え、みこさんどう思います、こう離婚した夫婦がまた音楽活動を一緒にするって、なんかうまくできるのかなって普通に思っちゃいますけどね、なんか自分がね、そういう立場だったら元彼とか、まあ、なんかでもうまく、なんだろう、本当になんか嫌いになってじゃなければありえますよね、うん、チームの前田さんとあの飯島直子さんなんか割と離婚した後も、ね、連絡取り合ってる、あ、そうなんですね、あの震災復興ソングっていうのを作った時に、はいはいはい、彼女にも前田さんはあの彼女にも声かけたとか言ってましたから、うん、まあね、さんまさんと大竹しのぶさんみたいなケースもあるけど、まあ、ね、あるからね、だからただ、うん、音楽活動って結構微妙ですよね、浦さんね、まあ、同じ本当にグループとしてやっていけど、仲いいぐらいだったらというのと、皆さんメンバー、座談会メンバーの見解としては、まあ、グローブ継続は全然あり得ると、あってもいいのかなって思います、ね、うん、あとでもご本人たちの、そうですよね、うん、まあ、じゃあ小室さんはそれでまあ一応再婚に向けて、そうでしょうね、うん、なんかね、再婚するでしょうね、まあ実にあの言葉巧みな人ですよね、話聞いてるとね、え、小室さんは、ね、うん、なんか、うん、ちょっと信用できないなみたいなところが多分なんかでも、ね、不器用っちゃ不器用ですよね、不器用なのかな、なんだろう、うん、どうなんですかね、不器用なんですか、なんかわがままっつうか、なんかね、うん、なんか素直なんですかね、かまあ、よく言えばね、ものすごいよく言えば自分の感情に素直なのかもしれないですよね、やっぱ変わると思うんですけど、好きに生きてるって感じですもんね、だから周りは大変ですよね、振り回されてね、うん、なんかこうやる。